number 1 and 2, source 3350, control still 570, box 3350, cabin 34, number 1 ATUs 3850, number 2, source 3900. Roger that, Houston. All systems 5 by 5. Let's go! Shobi Net TV! Seiyu Channel! Seiyu! Namida no personality 交代 special! わはい、始まりました。今回のパーソナリティも毎度おなじみ長谷川玲奈と、はい、宮原彩です。よろしくお願いします。はい、今回はね、涙のパーソナリティ交代スペシャルということで、まあ、涙は出ないと思うんですけど。いや、出るって。私ちょっと今うるうるきてる。そう、早い。やばい、ちょっとやばい。これさ、長谷川玲奈 大号泣スペシャルにしたらいいと思う。やめてやめて。私はもう全然出ない。やめて、本当になんか書かれちゃうから。そう、なんかそうやって。またそういうのやめとけよ。待って、だって変えた。顔が怖い、みんな顔が怖い。言わなくても書かれるんだもんだって。まあね、はい、もう気持ちをもう切り替えて頑張りましょう。はい、はいはい、では早速新しくパーソナリティを務めていただく1年生をご紹介したいと思います。イエーイ、おいでー。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいました。はい、はいはい、では自己紹介をお願いします。はい、尚美声優学科1年伊坂瑞穂です。よろしくお願いします。イエーイ、瑞穂。はい、同じく尚美声優学科1年島崎和歌子です。よろしくお願いします。イエーイ。ちょっとなんかやっといた方がいいんじゃないのかな。あ、なんですか。元気、振りだから、振りだから。元気が、元気が溢れる、うん、あのやつ。みずほのみずはみずみずしさのみず。若子の若は若学者の若。二人合わせてピチピチ。最高。最高。やばい。やばいね。なんかいいね。みずみずしい。いや、うちらもね、一歳しか変わんないから。まあ、みずみずしい。うちらもね、ピチピチやで。ピチピチやで。ピチピチやで。みずみずしいべ。オッケー。オッケー。続いて、そして、なんと今回からですね、強力な助っ人が新しく声優チャンネルを盛り上げてくれます。カバーガールのお二人でーす。めっちゃ可愛い。それでは、自己紹介をお願いします。お願いします。はい。見かけによらず、特色大好きな晴れ系女子、細島花江です。はい、お願いします。はい、沖縄県から来ました潔癖症の柿花結衣です。好きなものは石鹸です。あ、やめちゃった。潔癖症だから。かわいい。めっちゃ表面出ししてて。ナンクルナイサー、どういう意味だっけ。ナンクルナイサー。大丈夫って意味。大丈夫って。大丈夫って。なんで今大丈夫って言ったの。ナンクルナイサー。関係ないさ。関係ないさ。はい、カバーガールのお二人にはですね、この声優チャンネルをどしどし盛り上げていったいと言ってもらいたいと思います。はい、はい、それではこの4人にはまた後ほど登場していただきましょう。はい、はい、はい、では早速今日の本題に入りましょう。はい、今日はですね、うん、この後11月と12月に迫っているキャラクターソングライブとクリスマスソング、うん、クリスマスライブについてお知らせをしたいと思います、うん、はい、うん、ではまずはキャラクターソングライブ、略してキャラソンライブ、さらに略してキャライブ。はい、というわけでですね、こちらは2年生が選択で取っている授業の総まとめのライブになってるんですけども、うん、はいはい、ついに11月にライブをやることが決定しました。そうなんです。ということで、その詳細をお願いします。はい、キャラソンライブ、デデン、11月30日デデン、土曜日デデン、インスタジオブーカデレレレレン。はい、めっちゃいいね。もうすぐじゃないですか。はい、もうすぐですね。もうすぐだ。やばい。はい、このライブではアップテンポな曲からバラードな曲まで大体10組くらいのペアがいるそうですよ。はい、どうやらデュエットが多いらしいですよ。ほうほうほう。うん、そして、ダンスが入った曲もあるみたいです。ダンス好きな宮原としてはね、絶対に見に行かないとですよね。ちょっとね、はい、見に行って踊っちゃおうかな。よし、踊っちゃおう。はい、パーリーナイスしちゃおうかな。客席でね、踊っちゃうのね。客席、はい、やります。全体的にはポップなライブになるそうですよ。ほうほう、はい、なんかね、ありそうとか、うん、らしいとかね、うん、すごいありそうとか、あやふやな情報ですけどもね、はい、まだまだちょっとね、うん、これからなんでね、うん、楽しみにしたいと思います。はい、このライブはですね、うん、キャラクターソングライブ制作という授業で、うん、半年間学んできた歌の技術やパフォーマンスを発表する場になっています。はい、私たちは選択でキャラクターソングを取ってないので、
はい、映像制作っていうのを別に撮ってるので、はい、違う、ね、やってないんですけど、はい、これは全て友達から聞いた情報なんですよ。だからね、あのね、なんとか出そうですよとかなっちゃうんですけど、ね、まあ、逆にある意味リアルな情報ですよね、はい、今現在進行形で行われているものなのでね、わー楽しみ楽しみ、いやね、絶対見に行きます。行きますか。行きます、行きましょう、行こう、この後行こう、行こう、まだまだやってない、まだまだ、はい、これからです。それでは続いては2人、家班の2人よろしく、はい、次のお知らせはクリスマスライブ、どうぞ。クリスマスライブ、声優画家かける、アレンジ作曲画家かける、プロミュージシャン学科かの3大コラボ、イエーイ。ちょっと今4大コラボ行きそうなんですけど、はい、すごいね、ああ3大コラボですか。初めてですよ。え、だってもう個々にはこのアレンジ作曲学科さんとね、リーラビットとかねコラボしてたり、うん、プロミュージシャン学科の方にはもちろんコスプレライブ、はい、生バンドとしてやっていただいたりしてるんですけども、うん、ついに3大夢の3大コラボレーションが、いや、4台になっちゃうからやばい、すごいですね。じゃあ2人でよくない？まあまあちょっと、はいはいはい、ちょっとね、はい、それでは、はい、そんなクリスマスライブの詳細を新パーソナリティのお二人よろしく。はい、はいはい、クリスマスライブ、はい、ででん12月8日ででん日曜日ででん13時半会場ででん16時会場となっております。てる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 てん16時開演で、16時会場で、待って、15時半会場で16時会場になっちゃった会場、あ、もう一回、最後の時間だけもう一度お知らせしますね、はい、はい、16時開演となっております、はい、イエーイ、なかったことになるのね、はい、はいはい、高校生が参加できるように、うん、歌のレッスンも事前に設けております、はい、歌方なんですね、そうなんですよ、そして歌、芝居、ダンスと盛りだくさん、うん、そして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 なんともしかしたら、もしかしたらプロの声優さんと一緒に歌うことができるかもしれません。すごい、マジですか、マジですか、そうなんですよ、なるほどなるほど、楽しみですね、すごい、誰ですか、誰、そこはまだ、あ、ちょっと知ってるの、シークレット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 、知ってるの、あ、知らないの、 I don't know、 I don't know 知らないか、あ、そういうことね、はい、なるほど、ではではでは、そんな、そんなライブにも出演するお二人に意気込みなどをちょっと聞かせてもらいましょう。はい、どうぞ。はい、ですね、まだ全然制作の途中で、まだまだこれから作り上げていくという最中なんでございますけれども、はい、何をやるにしても全力で頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください、ね、頑張れ、はい、はい、同じく、はい、皆さんと素敵なクリスマスを過ごせるように全力でこれから頑張っていきたいと思います、はい、ぜひ見に来てください。ねね、島崎とね、はい、クリスマスを一夜共にしたいと思います。ぜひ落としてください。はいはいはい、落としました。あ、はい、あ、はい、いいですか、はい、じゃあ一緒にね、はい、でも島崎はなんかちょっとな、あ、瑞穂、あ、瑞穂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 、私は若子だよ、 ありがとうございます。もういいよそれは、あ、終わり終わり、もう恋の終わり、はい、はい、ありがとうございます、はい、後輩たちも頑張るということで、皆さんぜひ今から予定を開けといてくださいね。はい、はい、それでは今回涙のパーソナリティスペシャルということでお送りしてきましたが、どうですか、最後に感想をお願いいたします。いや、もう言いたいことがたくさんありすぎるんですけど、まずは、スタッフの皆さんも、先生方、こういう機会を与えてくださる先生方も、入学前からずっと仲良くしてくれた宮原綾、はい、ねえ、はい、なんかね、入学前からそう仲が良くて、はい、なんかやっぱこうやってね、ネット TV 声優チャンネルを一緒にできるってことがすごい嬉しかったし、すごいやってて楽しかったです。はい、皆さん、スタッフの皆さんにもすっごい、なんかもう私たちが一番多分無茶ぶりをしてましたよね、はい、なんか雨を降らせたりとか、はい、なんかめっちゃ無茶をして、本当すいませんでした、ありがとうございました。はい、まあそんな感じで、はい、まあ、そう、私たちはレイヤーとしてもいろいろ外部とかでも活動しているので、ぜひぜひ応援してくれると嬉しいです、はい、お願いします。声優チャンネルありがとうございました。ありがとうございます。私にもちょっと言わせてもらって、あ、じゃあ、私何も言わないんだみたいな、
待って、あ、今振ろうと思ったの。本当にごめん、ちょ待ってる。ありがとうございました。じゃあ宮原さんどうぞ。はい、来た。はい、1年間ありがとうございました。ですね、私はこの声優チャンネルを通して1000人の修行をしてビームが出せるようになったり、雨を降らす効果を出したり、すごくいろんなことを乗り越えてきました。もうそれでもう、まあ、それだけではないんですが、本当にたくさんのことを学べたと思っております。スタッフの皆さん、先生方、そしてパーソナリティのみんな、そしてパーソナリティの長谷川れな、はい、ありがとう、はい、本当に良かった。待って、本当に涙出ちゃうね。もうここでね、涙のパーソナリティ交代スペシャルに持ってくから。なるほど。本当にありがとうございました。これからも後輩たちが楽しいパーソナリティとして頑張っていくので、はい、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それではね、初めての声優チャンネルだった4人ですけど、うん、どうですか、感想を1人ずつお願いします、うん、はい、初めての声優チャンネル、とっても緊張しましたが、この先輩たちの勢いを私たちもついで元気に頑張っていきたいと思いますので、これからもぜひ見てください、よろしくお願いします。はい、はい、でははい、はい、初めての声優チャンネルでしたが、そうですね、この先輩方が今までずっと作ってきてくださった楽しいものを私たちが引き継いで、私たちにしかできない声優を作っていきたいです。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。では分かるの、はい、どっちから行こうか。はい、じゃあ花江から。はい、いやコアガールとして浴衣なんて着せてもらっちゃって、まあ自分で着付けたんですけど、ほらかわいい。すごく楽しかったです。もう先輩の収録も間近で見れて、これからますます頑張ってこうって気になりました。ありがとうございました。はい、では次にゆいゆい。はい、ゆいゆい。はい、どうも。先輩方とかもすごい賑やかで楽しくて、賑やかで、うちら賑やかだった。はい、賑やかでした。それでも私もカバーガールとしていろいろ支えていきたいと思いますので、頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、最後にタイトルコールに参りたいと思います。いいですか、準備は。やだよ、終わりたくないよ、終わりたくないよ。あの長谷川さん、あの今ちょっと収録中なんで、じゃあタイトルコールやる、やります、うん、いいですか。卒業証書ゼロ長谷川れいな、はい、宮原あや、はい、卒業証書長谷川れいな、宮原あや、あなたたちは数々の苦難を乗り越え今に成長してきました。よってここに表彰状を送ります。平成25年10月3日伊坂瑞穂、島崎和歌子。片手で送って。はい、頑張って書きました。賞味ネット TV!